タイガースの情報とお天気を紐づけてお伝えするウェザータイガー虎ノマキ始まりました <laughs>、はい、よろしくお願いいたしますよろしくお願いします天気いいねいや気持ちがいいこのコーナー <laughs> 今日気象予報士だからね気象予報士ですは、ね、はい、はい。よろしくお願いいたしますさて昨日までの三連休は雨も降りまして肌寒かったですね,ねそうですねちょっと急に涼しくなりましたね,ねそうそうそう,そう、うん、進みましてまあ個人的に、うん 最高気温が三十度以上の真夏日はもうこれないんじゃないかなと思いましてあい,い方がはっきり言ってありがたいです暑すぎた今年をちょっとね数字でまとめてみたんですお<ー>はい。そしたらなんと、うん、その数字から 阪神タイガース、38年ぶり日本一に向けた投打のキーマンが浮かび上がってくるから、まあ、不思議、<laughs> 驚きですか驚きなんです、はよ <laughs> 言いたいから言いますね、はい、まずは今年どれだけ暑かったのか、ちょっと振り返っていきますね。うん、なんとですよ、最高気温が30度以上の真夏日が92日。うん、ほぼ3ヶ月 35度以上の猛暑日が27日ありまして、ほぼ1ヶ月去年よりも真夏日は8日、猛暑日は13日も多かったんですいやこれ、言ってしまえばほぼ4か月、夏があったっていうことですよねいや暑かったですね。で終わるのが通常の天気コーナーだと思うんですが、はい、通常じゃない。はい参りましょう、はい、ウェザーータイガノマキですね <laughs> きょのスタッフ、優しいはいちいち音入れてくれてるんで、<laughs> いいでね、もう一回ありますからね, <laughs> あのね、暑さを示す92と27を見て、私は、サブイボが立ちました、うん、こんなことあるのかと、ど,かどんなことがあったの<え>野球を見ていてね、ウーデンさん、はい、最も球場が盛り上がる、暑くなるシーンといえばどこですかやっぱり得点が入る瞬間じゃないですか。うん、ですすよ得点、すなわち 打点が入ったシーンあーこの打点を真夏日としましょうよ、はいはい、球場熱くなるんだから、最も熱くなる盛り上がるのはホームランですよ、そそうでしょこれ、猛暑日としましょうよ、はい、そうするだけで日本一に向けたバッターのキーマンが浮かび上がる、それがこちら、<え>佐藤輝明選手、お<ー>打点92、ホームラン24本、今シーズン。うんうん ほぼい一緒いやいやここはいいよここはいいよ九十二はほぼ一緒よう見つけてきましたねまだあるんですよまだあるまだある今年は九月がね特に暑かったんです九月の平均気温見ていきますとなんと次はですね出ますかピッチャーです 日本一に向けたピッチャーのキーマンが浮かび上がってくるんです。ほんまかいな。9月の平均気温27.9度でした。去年よりも1.7度も高い。暑かったもんね。比較できませんが、体温1.7度を高くなったらこれ大変ですよ。そうですね。いや本当暑かったですよ。9月はね。1.7。何？1.7？ウェザータイガー虎の巻マ この1.7という数字はこちら、阪神タイガース、村上頌貴投手の今シーズンの防御率、<laughs> セ・リーグの最優秀防御率のタイトルホルダーなんですが、この数字が 1.75! ああ<ー>それでサブイボが出た。<ー>ここまで揃いますか、<laughs> 今年の暑さを象徴する数字が、タイガースを象徴する投打の数字とほぼ一緒。はい ということで、両選手が活躍すれば、<laughs> タイガース季節外れの暑さはこれからも続くでしょう。<laughs> ウェザータイガーでした。はい